どうも皆さん、おはこんばんちは、カリュウです。はい、今日も霊感ナインの実況をやっていきたいと思います。マイク大丈夫かな。ちょっとね、あの前回撮った、ちょっと同じ日に3本撮ったんですけど、ちょっとどれもね声が小さかったと思うんですが、いかがでしたかね。ちょっとマイクの音量を大きくしたんですが、どうでしょうか、聞こえるでしょうかね。まあ、聞こえてたら、まあ、聞こえてましたよみたいなことをコメントに書いてくれると嬉しいです。はい、そして前回はですね、見事、準決勝を勝って、さあいよいよ、県大会の決勝ということになります。ここで勝ったら夏の甲子園が確定するといった感じでございます。その前にちょっとねオーダーを見ていきましょう。はい、こんな感じ。1番センター見どころ、2番キャッチャー宮 で3番ショート放送が変えた方がいいと思うんだよな。この辺こんな感じでいく。3番サード野崎にします。4番ファーストアジャリ、5番ライト小郷、小郷で6番セカンド、すいません、6番セカンド大見、ね、で8番ショート細田、あ違う、7番ショート細田、8番レフト相川、グダグダだからすいません、ね、であとはそうですね、キャッチャーもいるんですけど、個人的にはこの永田くんを押したいんですよね。なのでちょっと1年生先に入れちゃいます。で、まあこんな感じでいいかな、とりあえずね。よし、ちょっと次の世代がねちょっと怖いんですけど、どこまでいけるか分かりませんが、とりあえずこの世代は頑張って甲子園に出たいと思います。では、夏の県大会決勝、勝ったら甲子園やっていきたいと思います。よし、さあ行きましょう。今回使う選手はアジャイの上。よし、おお、細田以外は全員普通が好調ですね。さあ決勝頑張りましょうね。甲子園頑張って出ましょう、ここでね。共に絆。さあちょっと高校の名前が分かんないんだけど、2回の裏セイブ攻撃に入りました。北谷城なんだ、分かんない。 なんていうの、あーっと総合戦力は A、 強いな。そして投手データを見ていくと、あやべ、アルガ投手、うー、あやべがエースっぽいっすね。めんどくさいな。うわ強い、3番4番強い、あー6、7も強いぞ。天聖 OB とか天聖プロとかはいなさそうですけど、十分強いっす、このメンツ。強いな。よし、とりあえず流し打ち使います。井上頑張れ。よし、オッケー、ナイス。よし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 、とりあえずオッケー。さあもう一本、井上もう一本頼む、できればホームラン頼む、ホームラン。よし、あーホームランじゃないけど、よし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 、ツーベースなのはいいよ。よーし、オッケー、いいね。さあ、おごここ打たないと。あー、どうしよっかな。センター返していきます。あー、ピッチャー荒いな。これでツーアウト、近江。さあ、持ち前の癖者ぶりを発揮するのか。これはもう、あー、転がせがあるのか。じゃあ転がせでいいんです。二塁タッチセーフ。ういー、あー、追い込まれた。よしよしよし、さあ7なのでね、転がすわ。あーダメか、怖いな。さあ調子を上げてくるか、怖え。一応今回はね、あの勝っても負けても動画の時間的にかなり短くなると思います。決勝戦だけ、ここだけやる予定なので。さあどうだ、よし、オッケー、これで抑えるよ。怖いな、もう。
よし。よし。オッケー、ナイス。クスキすげえな、ちょっと待て。これすごいぞ。3割並ぶナーリン、ホームラン50本、打点99。すごすぎ。クスキすごすぎ。よし、よし、よし。これアウトでしょ。あー、セーフか。きついな、これ。よし。もう抑えよう。よし、よし、よし、よし。ファースト、オッケー。よっしゃ、ここ0点で抑えたのでかいぞ。マジか。ここでか。きつい。抑えてほしい。ゲッツーで。ツーストライク。ああ、粘ってる。ツーツー。よし。よし。よし。オッケー。とりあえずオッケー。あと一人。よし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 。ほんと勝つの頑張ってる。ショート。よーし。オッケー。さあ、ツーアウト一塁。これはなんとかしたい。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。ちょっと強心でいきます。打ちました。あー、ボテボテか。きつい。さあ、萩原、萩原頼む。さあ、思考を研ぎ澄ませていきます。盗塁ここで。いや、 B だけどキャッチャーの数強いんだよな。なので、センター返し。おい。さあ、ツーツー。ダメか。ちょこちょこね、いい感じチャンスじゃん、作ってんだけど。ダメだな、点が取れないな。ピッチャーシュート、オッケー。よし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 。宮でいいよ。そっか、対左投手 F か。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。ここでパワーヒかよ。何使う、難しい。オール5なんだよな。セーフバン。バントしてきた。掴んだ。一塁送球。飛び、よし、オッケー。井上頼んだ。マジで頼む。犠牲フライでいきます。打ちました。あー、これでツーアウト。ダメか、おごう。どれがいいだろう。転がすぎいくか。じゃあ、打ちました。あー、ダメか。これは守備範囲内。ダメか。ここは及びません。厳しい厳しいけど、ここはちょっと新沼君に変えます。いや、勝つのよく頑張ってくれた、逆に。さあ、相手を威圧する投球ができるか。打ちました。ヒットエンド。サード右へのライナー。よーし、よしよし。これでワンアウト。はい、ワンアウトだよ。いいよ。とりあえずちょっとね、ピンチに弱いんでね。あー、やばい。ピンチになるのはやめて。それやめて。もう一番嫌。よし、もうピンチになるのが一番嫌なんだから。よしよしよし。おお、すごいな。667。よしよし、もう三振取っちゃえ。よし、さあ最終回。もうガンガン出るぞ、ルイに。いけ、ヘスラ。よっしゃーよっしゃー、いいよ。さあ、細田ラッキーボーイか。ここでラッキーボーイか。難しい。がここは送る。よーしよーし。これどっち行く。俺だったらセーフバンだな。セーフバン。よし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 。ここでちょっと、代打送るのも怖いけど。川田ピンチヒッター。
もう多分どうせ最終回でここで終わりだろうから、センター返しで頑張れ。よっしゃー、よし追いついた、よしよしよし、1対1だぞ、1対1だぞ、気どころ、気どころ、全てを超越した気迫と気迫のぶつかり合いになっています。いけるぞ、本当にいける、本当にいける。頼んだ。センター返し。よし、やったー。来たー。夏の甲子園だぞ。よっしゃー。やっといけるぞ。あー嬉しい。さあ校歌斉唱、輝く瞳に未来が映える、追い上げる青空、希望を胸にさあ羽ばこう太陽青春の旅、時間出せに行こう、こう、やった実況は私、堂前秀夫でお伝えいたしました。これは嬉しい。さあ、夏の甲子園出場決定。ああ、嬉しい。すげえ嬉しい。川田よくやったお前、ほんと最高だわはい、ではですね、本当はここで終わろうと思ったんですけど、夏の甲子園の1回戦の前までやっていこうと思います。ちょっと短すぎましたね。お、勝野海の速球を、うわー嬉しい。さあ新沼、関東の精密機械。さあプロ野球選手マスに止まっておきましょう。はい、では合宿やっていきますね。特殊能力たくさん欲しいのでガンガン取っていきましょう。何がいいかな、杉山、できればこの杉山に取らしたいんですよね。さあどうだ、お、重い球、いい、いいですね、いいですね、重い球はいい。さあティーバッティング、どうだ、お、朝倉インコースヒッター、いいですね。これは何だろう、あ、ちょっとこっち行きますか、座禅。さあ座禅で野垣調子安定野手、うーん、あんまりそういうのはいらないんだな、できれば。うん、特になし。お、宮で固め打ち、あ、いいですね。はい、8月でございます。ここはもうバンドでいいかな、この辺はね。さあそして川添くんが2年生なんですけど150キロ超えましたねいいぞ、よし、じゃあ変化球磨こうかな。であとは、お、板倉くんが140キロ超えましたね、いいですよ。で制御アップですね。宮出くんはこれでいいかな。長田はまあ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 、まあ足でもミートでもいいんですけど、あ、まあこれでいいですね、とりあえずね。お、パワー A になりました、素晴らしい。で岩本もミートだね、まだね。小田切もまだ総力いるし、近江はまだパワーいるし、総力、朝倉はまあ D か、まあまあまあいいでしょう。
カバーダも、まあ、ミーゴかな。細田はまあ、まあね。さあ、皆川も、でも足もいいになりましたね。よしよし。萩原も、うん。ちょっとずつですけど、上がってきます。さあ、抽選会。お、2回戦からの登場。あ、嬉しいね、これね。さあ、お、出ました。スケジュール緩和しましょう。ちょっとスクラップブック見てみますか。お、悲願の甲子園初出場を決める勝機どころのサヨナラなので勝負あり。あ、いいですね。さあ、多分ここはね、うん、大丈夫だと思うんだよな。甲子園なんだけど、多分ここは1回戦のはずなので、試合をやらないはず。はい、あっとテンションが下がった。ちょっとお褒めの言葉を使ってみましょうか。超人間普通ダメダメ普通普通人間普通普通の形が、この辺は別にノリノリでいいんだけどね。そうか、あ、細田普通ノリノリにしとこう。ものがいっぱい。よし、OK。 はい、ということで、見事初めて夏の甲子園出ることができました。水曜日に1回戦控えと、1回戦とか2回戦か、1回戦飛ばしてね、2回戦から登場なので、これからね、清流高校の選手たちがどんな戦いをね、見せてくれるのか非常に楽しみでございます。はい、といったところで、そろそろ動画は締めたいと思います。この動画面白いな、いいなと思ったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。コメントもどしどしお待ちしております。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。ここまでご視聴してくださった皆さん、ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。